メキシコの高地にもマヤの大都市がありました。テオティワカンです。後の人はこの都市を神々が集まって太陽を作るところと信じていました。テオティワカンはアステカ人がこの辺りに来る500年以上前に火災が原因で滅びました。しかし最盛期の西暦600年頃には中央アメリカ最大、全世界でも6番目の大都市でした。面積13平方キロメートル。その中心となっていたのはてっぺんが平らなピラミッドで、その上に神殿がありました。 The population here we think which was around 120,000 people. The monumental constructions we think which was built during the first century after Jesus Christ. See?We think which the first temple built it was the temple of the sun, then the temple of the moon, and they built the street of the dead. 滅んだ後でもテオティワカンは中央アメリカの宗教的な拠り所となっていました。15世紀から16世紀のアステカ王モクテスマ1世と2世は長いこと廃墟となっていたこの町に巡礼をしています。広い通り、整然と並ぶ神殿、宮殿。これはマヤの都市共通です。